かし、くじけちゃいかん。ごめんください。どうするんですか。このままじゃせっかく揚がった天ぷらが冷めちゃいますよ。こうなったら俺とお前で。先生遅いわね。お食事用意しといたのに。もう若くないんだから。もう辛抱たまらん。食おう。そうね。天ぷらの訪問販売なんて聞いたことないですよ。天ぷらの香り。腹減った。ごめんください。ん？なんか聞こえなかったかい？テレビじゃないの？おいしい天ぷらいかがですか？ごめんください。ごめんください。先生のおかず余っちゃったわね。もったいないからいただいちゃいましょう。あー食った食った。来ないなら連絡くらいくれればいいのにね。いい加減なやつなんだよ。家庭訪問なんて思いつくんじゃなかった。え？ロッ！くじけちゃいけない。諸星の家が最後だ。先生遅いわね。どうしたのかしら。ごめんください。せっかくこんなごちそうを用意して待っているのにね。もう辛抱たまらん。こ、そうね。腹減った。ごめんください。なんか聞こえなかったか？ごめんください。テレビじゃないの？ごめんください。先生のおかず余っちゃったね。そうね、もったいないから食べちゃいましょう。そうしちゃいましょう。うん、うん、あ、おいしいの食事は特に美味しかったわ。もう来ないんなら連絡くらいくれればいいのにね。いい加減なやつなんだよな。たく。訪問なんて思いつくんじゃなかった。マッチはいかがですか？マッチはいかが？